Hola amigos! メキシコ在住歴4年半、通訳経験は2年半のノブです。今回は、英語が話せる人ほど間違えてしまうスペイン語の前置詞の使い方を学んでいきましょう。では早速、スペイン語のルールをご紹介します。文末に前置詞を置けない。なんで英語が話せる人が前置詞の使い方を間違えてしまうのか。英語では前置詞を文末に置けるので、スペイン語でもできるはずだと考えてしまうからです。説明だけだと分かりづらいので、英語とスペイン語の文章を比較してみましょう。誰と話しているの?という日本語を英語とスペイン語にそれぞれ訳してみましょう。英語は Who are you talking with? となります。前置詞の with が文の一番後ろに置かれています。後に名詞が置かれることもなく、前置詞で文が終わっています。一方、スペイン語は Con quien estás hablando? という風になります。Con という単語が英語の withに対応するスペイン語の前置詞です。スペイン語では前置詞が文の一番前に置かれています。なぜならスペイン語では前置詞を文末に置けないからです。もう一つ例文を見てみましょう。なぜあんなことしたの?という日本語を英語とスペイン語にそれぞれ訳してみましょう。英語は What did you do that for? という風になります。前置詞の for が文の一番後ろに置かれています。一方、スペイン語は Para qué hiciste eso? となります。英語の what for に対応するスペイン語の表現が para que です。para は前置詞ですので文末には置けません。本日の動画は以上です。ご質問やご不明点がございましたらコメント欄で教えてください。回答させていただきます。こちらの動画が役に立ちましたらぜひいいねをお願いします。これからもスペイン語を勉強する方向けに動画をガンガン作っていきます。2020年はスペイン語を頑張ると決めている方はぜひチャンネル登録をしておきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。